アクセ上、監視業務、始めさせていただきます。まあ、ただの連絡係だ。そう固くなるな。それなんですか。自分はただの連絡係で終わろうとは思っていません。どういうこと？自分をブンブンジャーに入れてください。そうきたか。自分も皆さんのようにかっこよく人々を守りたいんです。子供の頃からヒーローに憧れてました。悪い敵をバッタバッタと倒してみせますので、よろしくお願いします。だそうだ。無理だ。え？今の君には無理だと言った。刻む回転数のうねりは時代を走り抜けて何百回転んだってエンジン消えないか飛びとさあ上げていこうぜ足りないこんなもんかオーバーヒートしちゃってアクセルキープ足りるフルスロットルで一切合切なギターを押す勢いでもどき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 ってトーストプレイでオーライ爆上がっていこうぜハンズアップハンズアップ完璧じゃなくたって世界中全部かき回すんだだいぶいいもんさかき回すんだでででででででん？あれだけテレビでアピールしたってのに俺たちのこと全然記事になってねえぞ。また映ってないかったくどうなってやがる。せっかくのカーの活躍を。ふん。ドキシッ。ででーん。全然取材も来ないじゃないか。もう。もっといたーしゃいたーしゃって叫んどけばよかった。もう。ふん。課金。あ。いたーしゃじゃなくて。下手者だな。うまいこと言っちゃった。キームカつくムカつくから、こうしてやるガッチャンイグニッションドクシュ激ファイヤーにした意味はあんまりないんですけど、まあ、ここの胸の感じがダーツの的っぽく見えたのと、ブーンブラックアクセ条約の斎藤龍さんが、ブンブンジャー座談会の中で、激レンジャーのフィギュアで遊んでいたっていうエピソードを話されていたので、今回激ファイヤーを採用いたしました。息がいいな。なんかすごいの来たよ。すっ。ダーツ車、人間たちからガソリンを集めちゃって。やるやるー承知しました。よろしくお願いします。前田でした。